そりゃあ、かわいい、おらやばくないですかこの衣装。あの私この衣装大好きかも。まあ、そうだよね、ひみちゃん。なかなかいい感じの衣装だね、この服。家でも着ようかな。暑いよ、水着。あの水着じゃないよ、雨がっぱ。あのこれすごい父が強調されるんですよ。ハルルンとかひみちゃんめっちゃでかい。変化しない、ちょっとくるってもらってよ、横見せすで。何かな、光の反射具合かな。はい、うん、邪魔者にされないようにしないとね。いやそんな邪魔なんて思ってないよ。地方ラジオのお仕事だーだハルルン。あーでもやミスった。雨がっぱやったらううでしょ。横浜アリーナですよ、横浜アリーナ。神奈川、えい、あっ、えい、あー、横浜ってどこや。神奈川の首都じゃん。首都じゃない。あ、なんだ、生放送ラジオの1コーナーでできたばかりのショッピング、ショッピング。準備終わりました。なんで主力なのよあんた。雨がっぱ着なさいよ、中に着てきてよとか。まだ時間があるんですか。それなら少しだけ出かけてきたいんですけど、いいですか。いいですよ、はい。え、で、何。すぐに帰ってきますから、うん、実は私の大好きなケーキ屋さんがショッピングモールに入ってて、太るよ。どうしてもそこのケーキが食べたいんです。すっごく美味しいんですよ。え、じゃあ仕事終わってからじゃなくて。人気のお店だからすぐに売り切れちゃうし、できるだけ早く行きたいんです。ダメですか。いや、その気持ちわかる。もう僕もコミケ行ったら始発ちょっとギリギリ目の前で逃しちゃって、で路線間違えて、あげく着いたのが7時前ぐらいだったんですよ。だからそれでブロッコリーブース並んだら目の前でポーチは売り切れるし、プロデューサーさんの言う通りですよね。それで今回あのわがまま言ってすみませんでした。あー、はるるか。え、あれ、ケーキは買ったらいいやん。あー、どっちや。いや、でもこれは多分ちょっとダメな気がするけど、一応こっち選んどきましょう。そういうのは別やもんね。そう言ってもらえるのは嬉しいですけど、手作りで美味しいのを作るためには研究も大事なんですよ。ほんまに研究なの、それ単に食べたいだけじゃないの。そうなんです、ね、だからどうしても。いいよいいよ、買っとこう買っとこう。すみません、ちょっと強引ですよね。やっぱりお仕事を優先します。なんとか盛り上げなくても。何ギャグするの。で、どう、そうだ、ケーキ屋さんのことを話せばいいんじゃないか。うん、え、そんな話をしてもいいんですか。宣伝とか、せやな。うん、まあ、自分の好きなお店を紹介できるなんて芸能人っぽいですね。いいんじゃ、いいんか、うん、いいんだ、いいんか、うん、そうやね、うん、バリバリでしょ。あ、そうでした。じゃあ、いつ
つも以上に頑張ってレポートしちゃいます。どんな紹介にしようかな。ケーキの種類とおすすめのケーキと、あと素材のことは話したいですね。でも緊張して何を言うか忘れちゃわないかな。ちょっぴり心配です。まあまあまあ、でもラジオやもいいんじゃない。紙に書いてください。あ、カンペはいいですね。紙がダメなら体のどこかに直接書いちゃいます。 じゃあここがいいと思うぞ。え、まあそれはね、あ、ちょっと待って、これ危ないな。ほら、どや、ほら、ほら、あ、手ですね。なんでよ。私もそれがいいと思ってました。いや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 、時々手に返すし、マジでよ、手ならすぐ読めるから分かりやすいかも。早速、違う、違うよ、借りてきますね。ちょっと微妙にずらしたでしょうか。え、もうなんで、もう右だったからダメなの、左じゃないとダメ。どういうこと、なんでよ、なんで。これやり直せよ、これちゃんとパイはずガシーってなんだって。うらっ、あ、ちょっとこれエンコードしながらなんですよね今。スマホケースとあの貼るやつ、あれね、ちはやちゃんとミキちゃんとあのハルルンがいたから、その中で貼るんですね。買っておいてやる、これが正解だでしょ。本当ですか。何がいいよ。本番の前にリハーサルとかまたあるだろ。そのちょっと手が空くから。ありがとうございます。じゃあ今から買ってきてほしいケーキをリストにしますね。複数そんなにあるの。はい、本当はここのケーキ屋さん全種類買いが基本なんですけど。あんた何、でも全種類は食べられないから頑張っても6個、いや7個かな。あんた太るよ。今ほどほどに。誰かの好きなケーキ。キャラクラもすごい良かったんですよね。多分画像を今ポンポンポンと上げてると思いますけど。え、そんな話をしてもいいんですか。高いんですよねやっぱ。1個1000円ぐらいするんですよ食べ物。あの単純に食い物で美味しそうだなと思うのは、自分の好きなお店を紹介できるなんて芸能人っぽいですね。ゆきほちゃんとまこちゃんのオムカレー、あれ美味しそうやなと思うんですけど、あのついてくるもんがコースターもついて、何にもついてこないんですよね。じゃあ、いつも以上に頑張ってレポートしちゃいます。どんな紹介にしようかな。700円ケーキの種類とおすすめのケーキと、あと素材のことは話したいですね。でも緊張して何を言うか忘れちゃわないかな。ちょっぴり心配です。あと何かあるかな。いいと思うぞ。よし、次はちゃんと左。あ、重い、重い。ちょっと遅延するんですよ。ちゃんと狙いを定めて。ほら、ガシー。え、プロデューサーさん、そんなところに文字が書けるはずないじゃないですか。大きいんだからあんた。あ、そういうの。あれ、これは胸は選択肢に含まれてない。カンペがあった方が心強いですけど、うまく準備できなさそうだし。今回はなしにします。なんでよー、ハルルン。いや、白ロボットの、なんでよ、ちゃんとおっぱい刺したじゃん。じゃプロデューサーくんが書いたらいいじゃん。でも前からあのこう書くとハルルンに文字あの反対になっちゃうから、ハルルンの後ろこうなんかハルルンをこうなんかあの抱えるみたいな言葉が思いつかない。なんて言うんだあれを、こう抱えるじゃなくて包むようにしてこう後ろから背中から回って、それでこうパイオツにこう文字を書いていってね、
なんだなんだなんだ、畑を耕そう。オーガニックでエコなユニットを狙そう。まあそれも結構楽しそうなんだけど、うん、この大都会じゃ畑を持つにも一苦労だぞ。何でしたっけ、ビル潰してベコを買いでしたっけ。そうよね、知らへんけど十数万ぐらい。なぜこんなことに。今日のスケジュールはこれで終わりだね。気が抜けたら一気に疲れが出てきたぞ。ダウーって何よおい、ここで寝るなよ、先輩なら。僕の膝の上は、あ、今日は誰を抱っこして寝ようかな。なんで一人だけ。いいな、いい、そうよね、あの犬ちゃんと一緒に寝たりもできるよね。なんでちゃんつけたんだあとはワニ太郎。ワニは怖いわ。え、七色、あれ、あ、七色なの今使ってんの。キーリーがなんか、ひぶきちゃんだけ先に行っちゃった、行っちゃいましたね。お、メールが来たようだぜ。岩井直さん、こんばんは、プロデューサー。あー、そっか、これか、クランクインしたのに。あれだ、体中がムズムズする。今の指導がなるほど、はい、おやすみ。お、まだ来る、またなんかあれか、ハルエレンの、治ってるし。なんでよ、いや僕は仲の悪いイベントに見るためにわざとダメなの選んだのに。ひぐりちゃん、これ脇見えないの、これグラフィックちゃんと作り、作りなさいよ。もう服の隙間から脇が見えて、ひぐりちゃん反ってねえじゃんみたいなのこう自然体でね、行くわけです。ひぐき、朝縄跳び100回飛んできたからね。もう大変だよ、足パンパンだしいやいやいや、なんでよ、ここはこう答えておこう、なんか携帯になってるし。ダメダメ、さあスケジュールを考える時間だ。何をするべきかな。あ、ちょっと、おはじめだね、
どうよ。おお、かわいい。プロデューサーさん、似合ってますか？似合ってるよ。うわ、寒そう。私、この衣装大好きかも。本当？お、なかなかいい感じの衣装だね。この服、家でも着ようかな。いやー、いいけど寒そう。もうジャンパー着てますもん、部屋の中で。もう僕、暖房かけないんで。暖房あるんですよ、暖房。GTX。暖房は超はい、今日もプロデュースよろしくね。頼んだぞ。名字で呼ぶのっていいですよね。茨城、千葉、茨城どこだ？それじゃあプロデューサーに言わなくて誰に言うんだよ。プロデューサーのフラー。ごめんだけど、フラーって何？そう、ごめん。ふん、今度はもっとセリフのある役取ってきてよね。他のメンバーもかわいそうだし。何よ、なんでそんな怒ってんのよ、ひびきちゃん。じゃあそろそろ現場に行こうか。どうしたの、ひびきちゃん、聞いてる？ねえプロデューサー、人質役なんだ。あのね、はん、ほん、話せ。会話、話しかけるの？犯人に脅されてる時に。ねえ、何好き？タンク、いいだろう。さりげなくアドリブを入れるんだ。分かったぞ。自分完璧だし、うまいこと言って盛り上げてやるさ。ダメな匂いしかしないよ。ほら、おとなしくしろ。え、おとなしくしろってことは子供らしくしたらダメってこと？プロデューサー、なんか監督に微妙な表情されちゃったんだけど、なんでかな。わからなくはないけどな。でもアドリブするのはいいって言ってくれたし、とりあえず目的は達成したかな。いや、バッサリカットされてるっしょ。うまいこと言ってるよ。うまいことを言ってる。うん、自分に任せて。みんなで最高のアドリブ決めてみせるさ。何その笑い方、不安しかないよ。よかったの？レイ。携帯とリードシープパピプペ。そっか。それじゃあコロッケでも買って帰って、イヌミとヘビカと一緒に食べよっと。
メールだ、誰だ。あ、画像あるじゃん。え、ちょっと待って、日焼け、え、日焼けしちゃいました。え、アンサムプレゼン、今日もちょっとごめん、みんなと海に行って、え、なんでよ、なんで、なんで、なんで僕も誘ってくれなかったの。一緒に行きたかった、日焼け止め塗りたかった。塗ったつもりだったんですか。え、ほんまにあるの。うん、わかんない。ただごめんなさい。気をつけますから。やってもいいですよね。スイカ割り、うん。はあ。え、はい。ほんまや。やば、エロー。はるかちゃん。ダメでしょ、そんなこと。はるかちゃん、うわ、これも待ち受け、このガラケーの、これガラケーなんやね、待ち受け欠点やね、はるるんのこのエロエロ。いいや。お、来た。どうも。はい、これです。これです、これです。このマークなんだ。で、僕が思うのは、なんだ。口の中に毛入ってた。なんでやねん。寝起きに。うん。え、なんて。やばい、もう見てなかったよ。やる気を感じるよ。ほんまね。で、このマークが僕が思うに新しいのが増えてるんじゃないの。ささやかな気合いでもないんですよ。あれ、え、なんなのこのマークは。ささやかな触れ合いって普通にありますもんね。なんだ、重いな。海開き、PV のお仕事、ささやかなふりは嬉しいよっと。あ、でも買い物行くとテンションみんな上がっちゃうらしいからやめとこう。ステージ衣装、携帯とリーダーシップパピプペ。ハルルンどうなの、水着。はい、ちょっと見せ、脱げ。よろしくね、プロデューサー。皮膚じゃない、服を剥いでビリビリ。ささやかな触れ合い、誰かやったことあると思う。誰か、誰でやったかな。前の別のも方だったかな、チャヤチャのルートだったかな。ハルルン何かもしかしたら選ぶとあるかもしれませんね。どこの県だっけ、山口。あ、お願い。あ、なんで服がそのゆらゆら揺れてんの。フレイユーテーマにしたさまざまな体験ができるイベント、ときめきふれあいフェスタ。ね、なんか卑猥なんですけど。アイドル、ファンとアイドルのふれあいイベント。プロデューサーさん、今日のふれあいイベントってどんなことをするんですか。握手会。実はまだ詳細が決まってないの。当日になっていくところを突然こっちに任されてさ。え、ったよ。そうなんですか。何それ投げやりなの。でも自分たちで企画を考えるのってちょっとワクワクしますね。何、コマ回しとか。うん、前向きやね。うん、まあそっか、そうやね。どうするよ。はい、
こういう機会ってめったにないから特別っぽいイベントにした方がいいですよね、うん、そうやね、うん、変にホットなようにするし、結構難しそうですね。プロデューサーさんは例えばどんなのがいいと思いますか？ FPS ボイちゃん一緒にプレイとか、ファンが喜んでくれて、でも変に凝ってないイベント。あ、これもしかして私物をプレゼント、はるかのアイドルの私物をもらえるなんて絶対盛り上がるぞ。うん、自分のものってことですよね。あれ、これ他のみんなとかの、うんうん、そう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 、ハルヌのパンティーとかでいいんじゃないの、うん、高いものじゃなくても OK だ。ハルヌが使ってたとか、お、リボンとか靴下とか、そうよ、靴下、うん、そんなのあげても喜ばれないですよ。これ今日は新しいの持ってきてないし。え、新しいのをあげてどうする、履き古した靴下がいいんだよ、基本だろ基本。お、おい、はるか、そんな変態を見るような目で見ないでくれよ、軽いジョークじゃないか。ごめんなさい、すみません。とりあえず握手会にしておこうかな、はるか。 あの、待ってください、プロデューサーさん。ちょっとだけ知ってました、これ。え、こんなのやスクショで見たんですよ。私、できたら、うん、わざわざこのイベントに来てくれたみんなにお礼がしたいんです。ああ、こっからは知らないんです、靴下のくだりだけ。はい、例えばお土産みたいな。さっき話したやん、パンティーか靴下かって言ったやん。今からファン、うん、まあそうやね、何かファンの道具、そうですよね、何か遠くに買いに行かなくても大丈夫なものって、はいはい、ないかな、毛一本とか。買いに行かなくても犯人に渡せる土産か。手作りお菓子、手作り小物、現実的なところ。ここは感謝の気持ち、気持ちは目に見えませんよ。もっと形のあるものをあげた方がいいと思いませんか？いやー、でも難しいんじゃないの、うん、いつかなくなっちゃうだろ、思い出として残るものか。まあ確かに、なるほど、そうだよね、あの心に思い出という形、私いつまでも残る、それって最高のお土産だぞ。そしてそれこそは本当にファンの方が望んでる触れ合いなんじゃないのかな。そうですね、私もそう思います。イケメン、今日のイベント全力で頑張ります。ファンのみんなと私たちの大切な思い出になるように、うん、あ、その石だ、息だ、プロデューサーさんとの思い出にもなるように。なんて、ちょっと、いや、なんでそんな急に。お、石すごい、いや、さすがよ、そりゃハルルの1位だわ、メインヒロインやもんね。え、これ何なの、このマークチンチンってすごい主張してきますけど、何なんだ本当。ブルーアイズ、何かやっぱ効果があるんですかね。だってこの感じ、あの騎士のあれと同じ感じですから、何か相乗効果、レッスンの効果がある。あ、プロデューサ ー、ここで問題だぞ。自分たちの声をちゃんと聞き分けられるかな。はい、聞か、あ、な、何そのキャラ、うん、誰がいなくなったでしょう。簡単すぎるんだよ、僕なら目つぶってでも分かる、これ押せる、こっち、これだ、弥生ちゃんだった。ブブー、外れだぞ。あれ、でも外れるなんてありえないよね、まさか偽物？どういうこと？偽物って何？ひびちゃん。ひびちゃん可愛いね。よし、活動終了の時間だね。うん、みんなお疲れ様。おつおつ。いつも通り絶好。それじゃあ自分、みんなのご飯作らないといけないから帰るね。忙しい、バイバイ。すごいね、ひ
ゆみちゃん、バイバーイ。極めて良好ってところかな。靴下？そんなのあげても喜ばれないですよ。今日は新しいの持ってきて。